皆さんこんにちは、ミステリー小説専門ブックチューバーの阿部氏です。本日のテーマは3月の購入本紹介です。今月もたくさん素敵な本と出会うことができました。今回は月始めということで3月の購入本紹介をしていこうと思います。はい、というわけで今回は3月の購入本紹介です。4月になりました。ということでいつも通り購入本の紹介なんですけれども、3月はたくさん購入してしまいました。別にセールがあったとかそういうことでは全くないんですけど、本屋に行く機会がねいつもよりも多かったような気がします。というわけで早速3月に購入した購入本なんですけれども、はい、こんな感じです。もうパッと見だと一体何冊あるんだよっていうぐらいちょっとねたくさんあるんですけど、これ数えてみたら全部で16冊ありました。今回はブックオフと、あとはねブックオフではないんですけどちょっとね小さめの地元の古本屋さんっぽいところと、あとは新刊本を購入しています。珍しくね新刊本もある月だったんですけど、ブックオフでは1冊100円のコーナーから全部買っていて、あとはすごくねお得に買えた本があって、そう1冊50円で買えた本もあります。そんなわけで新刊本ありつつ16冊なので、結構ね金額も大変なことになってるんじゃないのかと思いつつも、意外と抑えられてるのではないかなという気がしています。はい、そんな感じで合計金額とかはまた最後の方に紹介しようと思います。はい、ここからは作品紹介です。16冊っていうことで作品数がとても多いので1冊1冊少し書き始めに紹介していこうと思います。まず1冊目はこちら、薬丸岳さん天使のナイフです。視聴者さんのコメントでお勧めいただいた作品です。こちらのね13階段面白いよっていうことを動画でね結構言うことが多かったんですけど、なんかどうやらこの天使のナイフはこの作品に似てるみたいなところがあるらしくて、はい、それでねちょっと興味を持った作品でした。2冊目はこちら、服部真由美さんこの闇と光です。このチャンネルをずっと前から見てるよっていう方はちょっとねあれって思った方今いらっしゃると思うんですけど、そうです、こちらの作品すでに購入した本でした。でもねどうして今回こちらの本をまたね購入したのかというと、帯がついてるからです。ハッと息を呑む瞬間っていうね感じの帯があったので、こちらの作品をまた購入し直しました。こちらは100円でした。続いて3冊目はこちら、秋吉理香子さん聖母です。こちらの作品視聴者の方にお勧めいただいた作品です。どんでん返し系の作品ということで、ラスト25ページ世界は一変するみたいなね帯なんですけど、後ろのやつを読むと少し重たいテーマなのかなって思うんですけど、この帯を見てしまうともうすごくね気になってしまいます。続いて4冊目はこちら、折原一さん盗作のロンド。叙述トリックといえばこちらの作家さんみたいな感じの作家さんなんですけど、その折原一さんの中でも代表的な作品として盗作三部作という作品があります。で、折原一さんの作品は以前動画で紹介させていただいた偉人たちの館しか読んだことなかったんですけど、その盗作シリーズねすごく気になっていたのでちょっとね購入してしまいました。続いて5冊目はこちら、井上寿さん12人の手紙です。はい、こちらの作品ご存知の方いらっしゃるでしょうか。僕も最近まで全然知らなかったんですけど、ツイッターのタイムラインで見かけてとても気になっていた作品でした。どんでん返し系の作品で短編集なんですけど、井上寿さんの作品っていうところがすごくね気になりますよね。ものすごく気になる帯でツイッターで紹介されていたので、それでね一気に気になった作品でした。そんなわけなので本当は帯付きが良かったんですけど、これよく見たら昭和55年発行の多分初版本ということで購入した一冊でした。続いて6作品目はこちら、榊司さん和菓子のアンです。タイトルぐらいしか聞いたことない作品だったんですけど、ほのぼのミステリーというかそんな雰囲気が漂う作品で、最近はね本当にミステリー、まさにミステリーみたいな作品ばっかり読んでいたので、ちょっと癒されたいなっていう気がしていて、そんなこともあり手に取った一冊でした。読書しながらなんか食べたら美味しそうな和菓子が表紙に描かれています。続いて7冊目はこちら、綾瀬ゆきとさんびっくり感の殺人です。館シリーズの第8弾ということで、館シリーズで今読めているのは第6作目の黒猫館の殺人までなので、まだまだね読むのは先なんですけど、本棚に並べておきたいということで手に取った一冊でした。100円じゃなくて200円でした。続いて8冊目はこちら、柳浩二さんジョーカーゲームです。ツイッターの読料ツイートで流れてきたのを見て気になった一冊でした。というのも頭脳戦がすごいっていう風にね紹介されていて、昔からそう天才対天才みたいなそういう物語って結構好きなので面白いですよね。東野圭吾さんで言うと、容疑者 X の献身とか、
あとは漫画で言うとデスノートとかそういうのが好きな感じなので、うん、とても気になります。こちら1冊50円でした。続いて9冊目はこちら、宮部みゆきさん貨車です。こちらは宮部みゆきさん作品の中でも定番、そして社会派ミステリーの中でも名作とされている作品で、まあ、ついにという感じで手に取ってしまった一冊でした。先ほど紹介した13怪談とか、まあ、結構重めのね社会派ミステリーなんですけど、その社会派ミステリーの代表作ということで、まあ、ほとんどねいい評判しか聞かない作品なので、はい、今から読むのがとても楽しみです。こちらも1冊50円です。続いて10冊目はこちら、横田純也さん古本探偵の冒険です。ここから少し古本っぽい作品が続きます。もともと古本がとても好きなので、こういった作品を見つけてしまうと手に取ってしまいます。まだ読んでないので内容よく分かってないんですけど、古本好きの人が書いた古本エッセイだなと思って、こういう作品を読むとまたね神保町の古本屋さんとか中央線沿線沿いにたくさんある古本屋さんに、まあ、行きたくなるんだろうなっていうね、そういうことが読む前から分かる一冊ですね。続いて11冊目と12冊目はこちら、モーリス・ルブラン、ルパン対ホームズ、怪盗紳士アルセーヌ・ルパン、怪盗紳士アルセーヌ・ルパンです。というわけですごく古本っぽい、ルパンのシリーズです。こちらの作品両方ともブックオフで並んでいたんですけど、海外の古典ミステリーでこういった作品が並んでるのはすごく珍しいと思って手に取った一冊でした。こちらは1979年、こちらは1979年、両方とも初版本でした。続いて13冊目はこちら、アンディ・リングフィールド、フロストビアリーです。こちらは何年か前のこのミステリーがすごい海外編で1位を取ったフロストシリーズの、シリーズ作品になっています。こちらの作品は第2弾ですね。以前図書館で借りてこちらの作品もすでに読んでいるんですけど、まあ、ブックオフで、ね、見つけたら買ってしまうシリーズ作品ですね。続いて14冊目はこちら、アンディ・リングフィールド、冬のフロストです。続けてなんですけどフロストシリーズです。冬のフロストはフロストシリーズ第5弾になっています。こちらのフロストシリーズってなんとかのフロストとかフロストなんとかみたいな感じでタイトルにフロストが入ってて、タイトルがよく似ているので、もしかしたらこちらの冬のフロストも持ってるかもしれないなと思ったんですけど、ちょっとわからなかったので購入してしまいました。はい、多分ね被ってないと思います。はい、というわけでここまでが古本の紹介で、続いて新刊本の紹介です。最後ラスト16冊目はこちら、東野圭吾さん楠木の番人です。はい、こちらが今月新刊本で購入した本でした。どうしてこちらの作品新刊本で購入したかというと、チャンネル登録者数1000人達成の記念作品ということで購入しました。これまで300人達成と500人達成、そして今回の1000名達成ということで、チャンネル登録者数の区切りのいい節目のことに、まあ、好きな新刊本を買っていいよっていう風なルールを自分で作っていて、はい、それでね今回購入した一冊でした。こちらの作品はもう一緒に読書をしましょうっていう動画でもアップしているし、こちらの書評動画もすでにアップしています。1000名を達成したタイミング、またそのタイミングに合わせたかのように東野圭吾さんの新刊が発売するっていうね、もうこれしかないと思って今回の1000名達成の本何にしようかなって少し考えたんですけど、まあ、こちらの作品が発売するとしてもう迷わずねこの作品を買おうって決めた一冊でした。ミステリー小説専門ブックチューバーですとか言いながら、ちょっとミステリー作品じゃないね作品を紹介しているんですけど、これからも何度か手に取るような作品なんだろうなって思いました。というわけでこちらの本の金額は新刊本そして単行本ということで1800円でした。定価は1800円なんですけど、まあなんだかんだポイントを使ってだいたい半額ぐらいで購入することができました。これまで頑張った贅沢ということでね今回購入できてとても良かったです。はい、というわけで3月は16作品購入しました。気がついたらねこんなにたくさん買っていたという感じではあるんですけど、今回はこれでもね結構選んで購入しています。帯がついてるから購入したっていう、買い直したっていう作品もあるんですけど、基本的には視聴者さんからおすすめしていただいた作品であったり、あとはね以前から気になっていた作品とか、あとは今月は古本っぽい作品がね手に入ったっていうのも良かったですね。まあ、東野圭吾さんの作品は、まあ、1000名達成ということだったので、次回は3000名達成した時にまたこんな感じで作品を購入したいと思います。まあ、4月はもう少し少なくなる予定なんですけれども、4月もねたくさん素敵な本に出会えたらいいなと思います。はいはい、というわけで今回は3月の購入本紹介でした。16冊はねやっぱ重いですね。まあ、今月はね16冊ってことでかなりね多めの月になったんですけど、まあ、これで買ったのも、まあ、ちゃんと理由があって、まあ、4月から始めようと思っているある企画に関連した作品を購入しています。例えばこちらの作品であったり、こちらの作品であったり、こちらの作品であったりですね、共通する
テーマは一体何でしょうかという感じの企画をやっていこうと思っています。まあ、こんな感じでね、3月たくさん購入できたので4月はね、多分もう少し少なくなるんじゃないのかなと思います。あまりね、外にもね出かけられる感じではないので、まあ、家で読書をしたり動画を作ったりしながら今月は過ごそうと思います。こちらの動画を見てこの作品気になる、この作品ぜひ書評してほしいといった作品がありましたら、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。